はい、こんにちは。栃木の高橋農場です。昨日に引き続きね、もみ蔵散布します。で、今朝は、朝の8時前から始まりました。だいぶ墓行ってね、今もう残り全体の2割ぐらいになってます。で、今から頑張ればね、今日中に終わりそうなんですが、ちょっと明日から雨なんで、明日の午前中雨なんで、ちょっとこのもみ殻散歩途中で中断して別の仕事をやります。で、とりあえずあと1回かな、あと1、2回運んで終わりにしたいと思います。はい、4袋ね、詰め終わりましたので、これを畑、フェアリーベッジの畝前へ持って行って散布します。動画の方は止めます。
はい、ヘアリーベッジの株元に散布します。はい、動画の方は止めます。はい、じゃあまだね残ってるんですが、とりあえず今日はねこれで1回終了になります。明日雨になるんでね、別の仕事ちょっとやりたいと思います。
よいしょ。よいしょ。はい、だいたいね、この厚みが20センチぐらいありますかね。はい、10センチから20センチぐらいあります。で、このままですと、風で吹かれると飛んでてしまいますのでね、このうねとうねの間、一回オートカルチで真ん中を軽くね、耕しまして、その後ね、遠具輪で軽くうねを上げてね、飛ばれないようにしたいと思います。はい、それで終了になるんですけど、今日はとりあえずね、散布までです。はい、もみ殻散布2日目ですね。お付き合いありがとうございました。